やっていきましょうか。バイオヘルシーアーリフォー。楽になった。いや前回はねもうね本当世紀の戦い方ではない、もうただただゴリ押しだけど死闘を無事クリアすることができたということで、もう狂気乱舞でね本当に全力で叫ぶオカマみたいな声出しちゃったけど、まあ、気になる方はね、最後あの前回パートのね俺のことラストあたりを見てこられたら嬉しいでございます。で実はね2パート前から実はしれっとレオンのサングラス変えてるってことに皆さん気づいてましたかね。あー出た、マイトサンチョパンサードゥルシニア姫をお救いするのだ、うん、怪我するぞ、お救いするのだって言いながら自分の肉棒を出してるっていうね。はいはい急げってか。まあでも結局なんかさ、こうなぜ手を貸す、普通目的はこういう場面でなんて言うんだろう、ふざけるキャラって大概まあ死ぬよね、ホラーゲームだと。ホラーゲームというかホラー映画とかだったらね、はい、すごいね、もう初めもう今日不安でしかないわ、もう初めからもう全然ね、よいしょ、ダメだね、もうくる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 回ってやる。ウェルカム、ウェルカム、あ、出た、ありがとうございます、いただきます。とりあえずまあ素材に出るのか、変える時に買うってのが我ながらほんと見事な腕だぜ。今なんかやったの、あ、そっか、あれを回復してくれたからか。そうなんだ、なぜかなぜかわかんないけど、ハーブがめっちゃ、ハーブ赤がめっちゃある。何でもござれた、悪く素敵な旅、悪くねえだろ、素敵な旅を。あ、ちょちょ、そう、あのね、とりあえずね赤いのが行くと、ちょっと目つき悪いけどお兄さん大丈夫？うん、まあ、前回ねものすごい戦いを繰り広げたところでやるんで、まあ、ちょっと今回は落ち着いてプレイができるんじゃないかなって思ってるんだけど、まあいつものごとくね、まあ何か起こればひたすら一人で叫んでるっていうパートになるかもしれないですね。あー泣けるぞペアね、泣けべね、泣けべか、どうしよっかな、泣けべ、泣けべ、すっげーバラバラだな。とりあえずじゃあクラフトでこいつ作って、あのねこれをやっとかないと大変な目に遭うんすよ。あの2連戦でちょっとねやらしい敵が出てくるから、あー先行も作っとく、一発ね、オッケー、じゃあ行こうか、じゃあ戻ります。あ、すげえ、二人が重なる瞬間てか、なんかほんと目がいっちゃってるけど大丈夫、実は寄生体を取り除くことができてなかったとか。さあ行こうか、ご利用は無計画に、うん、飲み物がうまい、今日は塩キャラメル味のねプロテインを。俺が元アンブレラの人間を信用できると思うか、バレてたか。っていうか、アンブレラの人間を信用できると思うかっていうことがさ、なんかレオンとどういう因縁があるのかっていうのをさ、多分なんて言ったらいいだろう、この子誰だっけ、あ、ルイス自体はさ存じ上げてないからさ、なんで俺こんな目の敵にされんのって思われてるかもしれないよね。あれラクーンシティの生き残りだって話したっけ、してたよな、4ではしてたけどこっちでしたっけ。まあそんなことはどうでもいいや。はい、でね、やつが出てくるから、そうなんだよね。夫婦でギュンギュンしてるんだ。夫婦でね、ダイナミックにね、大暴れしちゃってるから。うい、あ、燃えた。あちゃちゃちゃ。あいつは発狂するのね。じゃあ、3つ目、4つ目、5つ目の弾をこうプレゼントしないと。うい、大丈夫かな？ OK。え、ちょっと待って。君は、え、後ろから来てたの敵、なわけないよね、どこのやつバコ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 激しい、そう前後左右に振るなんて。でどっかでうごめいてるやつは、いや、いたね、いるね、あるかな、あ、ちょ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 、ルレスティーの邪魔っていい、オッケー、でん2発、よし、いいね。でどっかにいる、いない、じゃぴょん、おいでルイちゃん、君を生贄に捧げようと思ってるんだ、君は切り刻まれたところで全くね、どっから来てる、おお、おい、一発目、知ってる、もうこいつは幾度となく戦ってきてるんです。ちょっと待って、このヤバい状況の中でなんで後ろ向いてんの、あー、そうなるよねー、一発ねー、はぁ、本日も絶好調でございます。飲め、
ホダス。え？ノベホダス？ノベホダスってどういう意味？やばいやばい、なんかバカにされたかもしんない。そりゃおめえ後ろ向いてたらやられんだろうって。いや、今の5文字にそんな言葉の意味は込められてないと思うんだけど、一部の攻撃を受け止めたいんですよ。 こいつを受け止めたいんだけど、いやー、まさかのね、全然くるくる回らなかったっていうね。でここからか、うわー、あいつらがいっぱいなってる。おい、どうする、どうするの、その、あ、どうするの、その、おい、撃つしかないでしょ。おい、で、どうせあいつまたウニウニするんだろ。ウニウニせんのかい。あれ、あんなところにいたっけ。あ、ちょちょちょ、ほんとあれだね、今回のは銃が定まらないやつね。めっちゃ走ってるわ。どこ行く気、あいつ。ほい、当たった、当たってないね。体にでも当たれば、あー、うにょ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 う。3発強いね、やっぱり。すげえ、なんかどっかに走っ、どっかに逃げようとしてる。あ、オッケー、あ、燃えてる、プルンプルン。メキシコ、あそこにもいるな、多分な。よし、じゃあ、行こうか。さあ、行こうか。あ、なんか、あー、ダメだね。やっぱスムーズ。あそこに、あそこから切ったのか。あ、外した。燃えてるやつが来てる。あ、出た。じゃあ、バーニングバーかと思ったら、バーニング G だったわ。ほい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 。ほい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 。ほい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 。分かってるさ、分かってるさ。な、何か言われた気がするんだけど、何も言われてない気もするよね。ほいほい、オーケー、いってやー。おねんねの時間です。そして爆発、飛んでいく。アイバエッソ、燃え、燃えバエッソ。え、こっちから、もこっちから燃えバエッソ。よいしょー、みんなで吹っ飛んで燃え、あっち行って。そしてまだ立ち上がるのかい。強いね、君。おい、え、どういうつもりだって。え、おうおう、あ、階段落ちてくんだ。へえ、あ、なんだ、いたんだ、いた、いたなら言ってよ、いたなら。おい、おい、次は、あー、おい、おい、頼んだ、いい連携だ、頼んだぜ。キリがない、キリ、キリがない、キリがない。つまり視界が、視界があれだね。わー、良好ってところでございます。ほい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 。ほい。あ、ちょちょ。あれ？レオンの首が大変なことになってなかった今。ちょちょちょ。あ、ちゃ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 。レオンの足が大変なことになってる。あー、あー、頼む、頼む。操作、操作が。操作が、ヒカキン。あー、ちょ、ずるいって。悪くないな。悪くない、あ、なんか お褒めの言葉を与えてる。バッチーっていう、二人とも吹っ飛んでいく。あれ、どっから。アーマーが壊れそうだ。あ、ほんとアーマーが、アーマー、ちょちょちょ、撃って、撃って。次、よいしょ、オッケーオッケーオッケー。あー、え、なんか余計なことしてなかった今。あー、なんでやねー。アーマーが壊れた。あちゃあちゃあちゃ、あ、待って、ハーブが出てきた。ハーブが出てきて、こんにちは。お兄さん、まともにプレイできません。よし。パコン。で、まだいる？え？え？いや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 、お前、早くない、出てくんの。レバー下ろしたらじゃなかったのかよ。先に出てくるならそう言って。あー、しまった。今、ナイフで切り刻めたね。ナイフで人差し。あなたの、あなたの死んだ旦那さんの代わりに肉棒を突き立ててやればよかったのに。もういいや。ほら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 。そんな一気に行かせるなんて、そんな私は優しくはないわよ。パイバイエッソー。パイパイエッソー。オッケー。じゃあ、これで。行っただろう。気持ちよかっただろう。パイパイエッソー。燃えてるっそー。あー、ここにもなんだ、燃やせるやつがあるんだな。それはいいんだけど。ちょっと待って、パイパイエッソーはどこ行った？パイパイエッソーどこ、あれ、ハイファイソーはどっからやってんの。中年のおっぱい大好きなおじさんの声が聞こえるんだけど。あれ、あ、あそこか。え、びっくりした、そこまで届くんかと思った。ほい、
パイパイソ。パイパイソ、オッケー。で、ウニュウニュする？ウニュウニュはしない。わー、一気にハンドガンが。ま、いっさ。なんでも、クリアさえできれば、ぴょん。にしてもあれだね、追加投入のタイミングがあんなタッキーに来ると思ってなかったから、ちょっとビビったね。なんか、ウニュ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 してんなーと思ったらさ、ウニュウニュウニュっていうか、ブン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 言ってんなーと思ったらさ、ここもう一回3体目出てくる？おかわりする？あれなんか、おー開いてたわー。ちょっと、そのない、その持ち方はもうあの、殺意に満ち満ちってる、です。あれなんか、自爆したばっかり。おー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 あーもうなんでそうなる？おい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 ちちちちちちちおいおいおいあーもうミスペリー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 って誰だ？おいちょ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 あ出た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 。ちょっと待って、回復させて。ね、あーもうほら操作できなくなった、操作ができなくなった。早くパソコン変えろっていう声がいっぱい聞こえてくる。俺もそう思う。早く変えたい。でもね、うちの会社ってね、8月と2月にボーナスだから、あー発狂パート 2! こいつあれでやりたいわ、マジで。あ、いえ、なんだ、全然あれでやらなくてよかったわ。イルマだ。すごいよね、こいつ、旦那さん。ほんと、下半身も燃えてるしさ。こっからいっぱい出てくるんだよ。キャ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 あーダメだダメだダメだ、勝手に動き始めた。ダメだダメだ、この後の戦いが思いやられる。でいるんだよね、いるんで。違う、うんうんおいあ、ちょくそおにゃ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 ろにゃ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 ろ。オッケー、でどうせこいつはウニュウニュして始めるんだ。知ってたから。えなんでさ、もうこうさ、もうなんか仕様がむちゃくちゃなんだけど、ほんと腹立つ。おいちょ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 、こいつをダイナマイトで吹っ飛ばしたい。もうどこ行くんどこ行くん、落ち着けハゲ。トヨタ迷子になっちゃった。使えないっすよ。あーもう腰がむちゃくちゃなってる。おめえらさ、そんな会話してる暇があったらさ、目の前にいるさ、もうあのミギーを倒してやってくれよ。誰を攻撃してんの、バカなの。今ね、あのね、全く私ね、何も操作もしてないです。勝手に動き始めてます。あーあーああ、なんでこうなるんだろうね。もう人生何もかもうまくいかないですよ。こんなんじゃもうさ、地下帝国から這い上がってきたペリカとさ、プロレスラー第3号と戦ったって無理になってんじゃん。ね、よいしょ。くるっと、あ、くるせえへんのかい。いや、もう本当にどうなってんの。今までこんなことなかったもんね。今までこんなことなかったのに、なぜか、もうここ 10% パートくらいずっとこういう状態になってるんだろうね。だって一瞬で一瞬最初にさ、皆さんとさ、一緒にやってる人とか、こういうことなったことなかったじゃないですか。いや、だからこれ、パソコンがおかしくなってきて、こんなその数ヶ月ばかりでなるかっていうと、考えにくいんだよね。ほら、またなんか、さあこっちに来たり、左の方に行くでしょ。どんだけ左の方に行くの、ね、楽勝だ。こんな文句を言ってたって仕方がないんでね。もう与えられた環境の中でね、頑張るしかないっていうところでね、そんなあなたでも頑張ったらなんとかなるよっていう応援をぜひしていただけたら、私、ね、ウレションまみれ。その価値を決めるのは、俺たちだけどね。いつもありがとうよ。
あなたがいるから私は強くなる。誓いの指はキラキラしてる。バイコーナーディテクトオブコーナー太鼓か。トゥルトゥトゥルトゥトゥ、あ、ちょっとダメです。これはバイオハザードです。いや、まあしかし、まあこれ初見でね、こいつに引き殺されるっていうのはね、多分ね、誰もが知らなかったことかもしれないね。お前のその身のこなし、本当にただの研究者か。研究者というよりはね、プーです。俺を開花。あ、プー、あ、ごめん、セキュリティ取っちゃった。ただのハンサムなプーさ。ただのプーさんって言ってるもんね。うん、あ、スピネル、イエーイ。で、ここ、あー、そこだ。いくつ、いい、お先どうぞってか。お先真っ暗だけどな。開けて死んぜよう。あちょー、ワイルドだろう。どうぞお先に。After you, Junior。調子のいいやつめ。A lady。よくもこの間も落としてくれたな、貴様を。お前も落としてやる。覚悟しやがれ。おりゃー。っていう話だよね。多分こいつそうだよね。岩をさ、上壁からブン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 投げまくってたやつの正体が、ね。と思ってるんだけど、違ったらごめんなさい。チャラだな。割に合わねえ。ああ、怒られてるよ。まあ割に合わないわな。いやいや、命を助けたことにも変わんないから。結局あいつに踏み潰されてたらもう終わりだったんだ。さあ、こいつらをどうやって倒すかだよな。蹴られてる、普通に蹴られてる。ふい。あ、ちょっと捕まれんのかよ。普通にシンプルイズベスト。捕まりゃなんだっていいんだよな。あ、なんかお腹がふい。オッケー。あー、また捕まった。なんでやねん。こいつの臭くて大きくて立派な一物の間を抜けなさいよ。一物の間を抜けるはおかしいな。おいー、え、なんか、え、わーちょ、お前二体とも俺が相手してんじゃねえかよ。全然一体は任せたって、任せてねえし。あー、ちょっと待って、照準が。あ、ダメです。ちょ、おっ、あ、ちょ、回避せえへんのかい。待って、二体ともこっち見てない。あ、来た。よし。はい、倒れて。倒れへんのかー。ちょ、待って、いった。メレ。ちょっ、ステップ、ナイフ、ニンク、飛ぶな、おりゃ、ちょ、ディーズ、そう、フリーザ第三形態みたいなお目目しやがって。お目目、触手か。あー、まだまだプルンプルンしてるだろう。あー、一旦引っ込んだのね。なるほどね。あまりにも痛す、あまりにも痛すぎて、あれだ。プルポッキーが、なくなっきー。これポッキー、よし、1体目撃破。2体目はどうする。こいつの方がどっか行くんだろ。ふっ、で、どっか行くんだろ、おめえ。早く行きな。お兄さんが見ててあげるからよ。悪いな、ちょっと相手しててくれ。あいよー。おい、どこ行く。どうせ逃げるんだろう。分かってるよ、初めから分かってたよ、君がそういう卑怯者だってことは。ちょっと待って、後ろでなんかすごい暴れ散らかしてる。早く。早くおいで。アイテムは、あー、なんだ、これ何、これあれか、ルイスか。ルイスやな。ルイージー、ちょっと待って、ルイージー、痛い。あー、回復、これがラストか。こいつでラストになっちまった。ちょっと待って、クラフト、ペキン、やった、5発は大きい。ペキン、オッケー。で、こんだけでいいかな。よっ、来た。なんでそれをあるっていうのが分かってたのかな。やっぱこいつ、ただの研究者じゃないな。ちょっと前にやった、インディ・ジョーズの助手だな、こいつ、きっと。ぴょん。しかもこの中でね、なんのお手手の支えもなくね、スッとつけてね、そして帰ってこれるっていうのがね。うわー、サプライズといくか。サプライズプレゼンツプレゼンティッドバイルイー。ちょ、ほんと合わねえ。ルイージー来たー。バーン。お顔がさらけてたぞ。いい、一気に片付けろ。よし、オッケー、3発ぶち込んだ。これで一気に片付けちゃうぞ。いうい、よし、そう、鎧が邪魔だ。勝ったい。おう、早いんだよな。よし、あ、なんか今プギャー言った。プギャー来た。プギャプギャした。オッケー。よし。ほんでいい。切り刻む。
連続斬り虫タイプの技。あ、来た来た虫来た。オーマイディア。おめめどこ行ったんだこいつ。ああ一応あるんだね。おめめすごいさ、顔が焼けただれてる感じがしてるからさ、おめめがね。この上から行けそうだ。おう、行っといで。お兄さんちょっとこの子と相手してるからさ。こっち歯の生え方がね。こいつはあれで、こいつはよくあの新宿とかで見かける、もうなんか酔いつぶれたやつみたいなね。まあ目はいっちゃってるけど、こいつはもうあれだよ、あの明け方帰ってきたお父さん、廊下で寝てるバージョンみたいな感じ。頼む頼むぜベイビー、登らせてくれ。重いなお前、ちょっとは体重軽くしろよ。痩せたらどうだ。どうだ、ボコボコに言うやん。なん返事がない、屍のようだ。よし、開いた、ありがとう。じゃあこっちから開けてやるよ。うるやー。あれルイス、開いた。そのジャケットくれ。うん、うん、オッケー。あー、きつかった。で、それに対してなんて言うんだったっけ。ここは奴らの聖地なんだ。聖地だから守りがカッチカチになってるんだよっていう、ね、大昔の琥珀に包まれ、大昔の琥珀。ゾッとする話だ。そうなんだよね、もうゾッとしすぎてもうカッチカチになっちゃうんだよね。でここは特にアイテム何もないのか。さーて、果たしてこっから先の話なんだけど、無事クリアできる気がしないんだけど大丈夫かな。まさかこれに乗る気か。まあ、一旦セーブポイントに来たんで一旦ここでね終了とさせていただきたいというふうに思います。他に方法があるかないかで言ったら、わざわざ乗らなくて歩いていったらいいんじゃないって思うんだけど、僕だけじゃないと思うんですよね、そういう思ったのね。はい、ということでね、まあ、インディンジョーズごっこをするのは、この先、またもう少し先ということで、まあ、先と言っても、明日やるけどね、明日やるんだけど、はい。じゃあ、一旦ここで区切りたいと思います。最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回のパートでね、お会いできたら嬉しいです。では、お疲れ様でした。チャンネル登録もよろしく。バイバイ。